皆さんこんにちは、みゆです。今日はなんとじゃららーん、はい、ということで、カーステイさんのモビゴンをお借りして、大阪、和歌山両方2カ所でビーチクリーンをしてこようと思っています。それで、まあ、今日は移動日なんですけど、まあ、明日は朝早くから大阪の海をビーチクリーンして、で次の日和歌山に移動してビーチクリーンして、またこのモビゴンで、帰ってくるという感じで、はい、行っていきたいと思います。そして、まあ、運転は今回は私とマネージャーがしてくれるので、まあ、私が運転するときはちゃんと若葉マークをつけて、はい、出発したいと思います。それでは大阪まで行ってきます。よし、行くぜ。よっしょ。ちょっと待って、行きまーす。わー、めっちゃ天気。やばい、めっちゃ天気。サンバーよりはすごい 重みが違う気がする。給油してます。給油はあのマネージャー業務さんが担当してくれていますので、私はちょっとこの間休憩をさせてもらってるんですけど、なんか本当は交代番号で運転しようって言ってたんですけど、ちょっと楽しすぎて結局私が全部大阪まで運転しちゃいそうです。おはようございます。今日は、大阪で初のビーチクリーンイベントに参加させてもらいます。で、日本自然保護協会さんの、スタッフの方々と一緒に海でゴミ拾いしようと思っていて、海でゴミ拾いするのと、あとその海に住んでいる生き物たちの調査というか、まあ、いろいろ教えてもらおうかなと思っています。ビーチクリーンする海の近くに来ました。駐車場にさっきモビゴン止めて歩いて駅の方に今向かってて、日本自然保護協会のスタッフの方々とこれから合流するんですけど、まあちょっと15分ぐらい歩くってことなんで、何万年、怖い、すごい、人の信頼得るのすごい時間かかるし、仲良くなるのもすごい時間がかかったりするけど、それも信頼とか壊すの一瞬で壊れちゃうじゃないですか。なんかそれに似てるなって今。この種が今できてる、これが種なんですけど。これ？そう。浮かしてるんですけど、なんかこうやって海水に浮いてきて、いろいろなところに旅をして、で、いろんな場所のビーチ、ここじゃないビーチに根を張って育つみたいです。海水の中でも2、3週間は生き延びれるみたいです。透明なの、透明なの、これはね、いわゆるハリスクタイプの二枚貝で出ました。ナミマガシはこの種で決定。あ、で、これは何ですか、投稿できるんだ。そうなんです。で、投稿する、投稿されたものが全部こうマップになって見える。へー、面白い。結局自分たちに帰ってくるし、あとその綺麗なこの景色がなくなってしまうっていうのがシンプルに悲しいなって。この知って行動することと知らずに行動すること、どっちも行動することはいいことやなとは思うけど、その先の自分も変わるし、なんかあと楽しみながらできるなっていうのが一番かなって思います。いろいろなお話を聞かせて、海の生き物についていろいろお話聞かせてもらったところで、ちょっとゴミ拾いをしていきたいなと思います。あ、割とこういうなんか貝殻、今日いっぱい出てて、今日実際見てなんか、まあ、今回はクローズドのイベントだったんで、日本自然保護協会さんと
組何人かでやった感じなんですけど、もうそれらは到底人気の数じゃなくて、でまあやっぱり一人一人がちょっと拾ってそれがいっぱいの人数になればなるほど、あの周りの状況って変えていけると思うし、あとなんか今日思ったのは、例えば目の前にある貝がどういう貝だったりとか、なんかこういう葉っぱここの環境がこうやから生えてるんだよとかっていう話を、知識をつけた上で、あ、じゃあこの自然を守るためにこれをしようとか、なんかそのストーリーを知って行動することのすごい大事さとともに、そういうことを知らなくてもなんか楽しそうでやってみて、そこから始めるの、まあ、知識を学ぶことだったりっていうのが、結局なんか自分の日常生活でも行動を変えれるきっかけになるんじゃないかなと思ったので、やっぱり何か学んでいくことって別に環境問題とかじゃなくても普通に生きてて仕事上でも何かものづくりをするとかでも大事なことかなってなんか思いました。ビーチクリーンを通して日常でもそういうマインドを取り入れれたらすごい素敵なこと